来ました。はい、公演終わってまいりました。前振りなかった。ね、はい、日本のラップ始まっての今夜の、はい、今夜のレボナンデス余剰。どうもレボグループ、今日はね、クラブディゾーちょっとパンパンやけど人数多めですね。誰か帰れ誰か帰れレボグループだってから人増えたみたいになってるけどじゃあまず最初に自己紹介からいきますか。じゃあ期待の新人系は後にしますか。逆にじゃあまずはじめちゃんからいこうか。もうはじめ、もう新時間抜けたっすね。新時間だね、ここに書いてあると思うんですけど、書いてないでしょ、これ。ね、書いてないんですけど、なんかこれ、ハゲちゃうわ。ね、あかんやろ。ちょっと、なんと、いいよ、どんどん行こう。立花はじめです。30ミニッツしかないから、尺が。あ、いいっすよ、いいっすよ、次。はよ、言わんかい。はじめくんでーす。はじめです。あ、言ったっす、言ったっす。ああ、はい、じゃあ今月のね、自分のあれだけ言っとこ。ああ、そうですね、3月の27日に、入店祭があるので、まあ、タワー3期ぐらいしかないですけど。多いなー。そうですね、俺と一緒だね。まあまあ、自己紹介して食い込むなよ。かつ、まあ、ランキングの方もね、おそすの方も、まあ、1位継続してるんで、まあ、このまま波に乗っていこうかなっていう。はい、次行きまーす。長いすぎます。一言もせちゃうな。じゃあ後ろ行って前で行こうか。アニョハセヨ。そう、俺や。2日後、リアルバスでムニだ。おお、みんな待てるよ。そこだけ日本語よ。はい、以上です。はい、いつも通り事故りました。はい、じゃあ次見に行こうか。はい、どうも水吉。うるさい。青い水吉です。はい、くそ、考えてなかったな。よろしくお願いします。はい、じゃあ奥行きますか。じゃあ、シュウヤ行こうか。どうも、クラブディゾー、相葉シュウです。はい、じゃあ次、河村。はい、次、河村。どうも、はじめまして。はい、おなじみ、美容担当、河村です。最近肌荒れが気になってるので、何かいい方法があったら皆さん教えてください。一番してそうやけどね。なんで肌荒れなんだ。はい、じゃあ次4行こうか。はい、来週の木曜日に親知らず4本抜く4です。よろしくお願いします。じゃあ次、期待の新人。はい、もう一番最後の方に来たけどね、列車多いと思うけど。はい、初登場しな。はい、いいね、行きましょう。まあ、2月から入ったレオンなんですけど、うん、まあ、関西弁で姫のアドバイスします。はい、みんなの、よいしょーよいしょー。今聞いた関西弁で押していくっていうところを今先輩のようが消したからね。とんでもねえやつです。じゃあ次俺いきますね。いつも通り伊吹祐介お願いします。で、レボグループ変わりまして、店舗、売上、グループナンバーワン、シーンお願いします。おぉ、前もって言うんすよ。前もって言うんすよ。言いたかった。自分で言いたいやつですね。どうも、ミドウシュンです。ディゾン代表やらせてもらってます。はい、今、すごいいい子ばっかりで、まあ、このね、他にも新人入ってるけども、レオン君も入って、はい、で、まあ、お客さん呼んだりとかもしてるし、で、今グループ全員でツイッターやったりとかもして、で、これから拡大移転とかも目指しているところなんで、皆さんこれからのディゾンもますますお願いします。全員のツイッター検索してみてください。よいしょ、よいしょ。乾杯いきますか。やっといきますね。やっ
決勝お願いします。そこまで、それでは水木願望田諸国おめでとう。おめでとう。俺これおめでとう。なんかもっと大事なことないですか。半年前昇格してるでしょ。おい、おい。皆さん、そういうとこあるんだよな。まあ、前回のね、某 F グループで、なるほど、お題がなかったっていうことで、なあ、確かに、うん、僕ちょっと考えてきたんで、はい、あ、来た、お題、お題なんですけど、これ多分みんな見たことあると思うけど、リンカーンっていう番組の、はいはいはい、朝までこれ正解みたいな、それ大好きです僕、大好き、絶対知らないやろ、あ、じゃあ正解その他なんか終わるんですよね、絶対見たことない。うん、いや、イオンは知ってるよ。イオンは知ってる。まあ、例えば、ウーから始まる女の子が喜ぶことみたいなのを、今日みんなこうスケッチブック持ってきてもらってるから、はいはいはい、それ書いて、じゃあやっちゃうかな。これもかっ、まあ、いいや、俺の長さにペンがなくなってんの。マッキーありますか。ありますか。じゃあ、嘘、ある。で、一番いい答えよね。あ、今頼んでるね。いや、これドキドキするな。じゃあ、やりますか。センス問われるわ。元のやつ見てないかわかんねえんだよな。ドゥ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 ってやつ任せてよ。ドゥ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 ってやつね。ドゥドゥドゥってやつます。あ、ドゥ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 。いやー、これドキドキすんなー。よーし、じゃあお題からいきますよ。はいはいはい。じゃあお題、お題一発目。はい、はい、じゃあ来るよ。いきますよ。はいはいはい、来るよ。うーから始まる、お、女の子が喜ぶこと。回答できた人から手を挙げてくれてもいいからね。あー、怖いよー。そう、なんかもうボケていいから。女の子が楽しいわけでしょ。うん、ボケていいからね。なんかもうボケる人と真面目な人でもええからな。あ、ちげえなこれ。できた、レオン。早いな。早いね。いいですか。じゃあいきますよ。カメラちょっとレオンに強めに寄ってほしいな。いきますよ。じゃあレオンの回答、3、2、1、9。腕枕です。おい、おー、え、そうだでしょ、これでしょ、ね、これでしょ。いいね、来ました。いや、なんか女の子からは裏っぴきって来てるけど。裏っぴき、来てない来てない。絶対来てない。それ男の子が嬉しい。上手なやつやそれ。これちょっと今いい回答やったんじゃない。いや、なんか出だし、出だし、出だし僕もらったんで。じゃあいきますか。あ、来ました。最初に、最初にこれ言った方がいいんじゃないこれ。あれ、うーから始まる女の子が喜ぶこと。はい、海で追いかけっこ。ああ、メルヘン、漫画、メルヘン、漫画みたいですね。メルヘン、できました。あ、分かってくれた、よかった。俺はもうできました僕。できました。はい、じゃあ次イオンいきますか。はい、僕はボケる方でいきます。なるほど。ウーから始まる女の子を喜ぶやつ。裏めしよ。何言ってんの。はい、大丈夫です。最後に、あと地域たない。グイ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 。はい、できました。おお、大丈夫。大喜利だってんな。ほんまに喜ばしてや。喜ばしてこれは喜ぶよ。はい、じゃあ一緒に行こう。あ、あかんあかんあかん。よいしょー。それ大丈夫ですか。あかんよ、誰か。あれ、よかった、深夜番組。何するんすか。深夜番組。誰かこの人のイメージ守って。ちょっと、うすうすってなんなん。おい、突っ込むね。あかんあかん。広げるわ。広げるわ。あえて広げるわ。そうか、じゃあ行きます。あ、前行きますか。すいません、ちょっと趣旨間違えたかもしれないですけど、はい、ウサギのぬいぐるみにかっこボンボンリボンをあげる。あ、どういうことだ。どういうこと。間違いない。どういうこと。いや、かわいいっすよ。ありがとう。ありがとう。次からちゃんとします。はいはいはい。あ、シュウや。どっち。いや、でもちょっと、ユウスケも答え出てきてる。俺も、俺もさ、コメントが。どっちから行きます。ユウスケさん、僕とシュウや。じゃあ俺最後にするか。じゃあシュウや、行けよ。はい、いいっすか。はい、腕を引っ張ってお客さんは俺でです。いらっしゃいませ。理想的。いらっしゃいませ。はい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 。いいわ、それ俺流れに乗っちゃうわ。はい、行きましょう。水吉。水吉。ちょっとリアルです。水吉よね。ふりかけをしなかったとき。めっちゃ共感。今日は全入です。ありがとうございます。めっちゃ共感。リアルやわ。これ喜んどんな女の子。ビールちょうだいですね。難しいな。あれ、これスケさん、これさん来ました。次誰。
いや最後ゆうすけさんです。俺ですか。はい、行きましょう。はい、ゴー。はい、後ろからギュッとする。よいしょ。おやめろー。イエーイ。回答1位は多分俺か。まあまあ、ね、いや誰回答1位誰なの。ユウスケなんでしょうね。じゃあ次いきますよ。次の題。はい、音楽ちょうだい。もう一回。はい、パンパンパッパラッパ。いいね。はい、よいしょ。マジか。じゃあいきますよ。次お題はですね、はい、C で始まるディゾンが誇れるもの。 C? C? うん、俺一発目いこうか。なんでそれ使わないんですか。 C で始まるディゾン、これ結構俺の中でボーナス問題やねんけど。僕できました。早っ。まあまあディゾンで C っていうのも、いやまあ早い早い早い。裏飯や裏飯や。まだ今裏飯やったら面白かったな。はい、じゃあ誰から行きますか。はい、じゃあ眉眉から行きますか。俺もう答えすけどいいですか。はい、多分答えでしょうね。多分答えじゃないですか。みんな知ってると思います。はい、これただの答えです。言いましょう。多分全員一緒ですね、意見は。旬代表をはじめ幹部の方々。まあ媚び売るな。よいしょ。え、これ答えじゃないですか。まあ俺も似てますよ。あーですよね。俺も答え似てます。はいはいはい、自分自ら行くんですね。はい、行こう。始めませんでした。はい、うちの主任かっこいい。嬉しそう。嬉しそう。はい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 、めっちゃ出るやん。まあまあ、そっち系ですよね。ディゾンがそう、誇れるとこですね。誇れるとこですね。はい、あ、僕ですね。はい、ディゾンが誇れるとこ、シリ始まる。はいはい、何でしょうか。シュンさん行ってくれ。まあまあまあ、やっぱそう。まあまあまあ、ここ、え、なんだ、どうやってんの。2人が気持ちだけよ、これ。安定僕まで。はい、行きましょう。じゃあ、イオン行こうか。似た感じになっちゃうんですけども、はい、しじみラーメン近い。ああ、あと、ごめんね、ごめんね、主任って誰ってやめて。主任です。めちゃめちゃコメントくるけど、俺俺だけ媚び売ってないです。いいんじゃないですか。じゃあ次誰いきますか。はい、じゃあ始めていこうか。いいですか。はい、まあ見えてると思うんですけど、はい、旬の腕力。旬の腕力。痛いよ。痛いよ。めっちゃ決め顔だったね。バンバン、まあ、筋肉はな。最強の。あ、来ましたね。はい、あ、いいですか。いや、行こうか。あ、いいですか。エモく。はい。じゃじゃん。じゃじゃん。あ、顔にかぶせた。シャンパンタワー。絵がすごいけど。え、つきれる。これ、これなんだ、読んだ。これ下ネタ。いや、これは下ネタ。これチャンスよ。これなんかなめこみたいな。いや、もう時間ないんで、これ時間ないんで。いや、もうこれは実際見てもらったら一番いいんで。なるほどね。しゅうや。あ、そう、しゅうやさん、しゅうやいきますか。もう自分のこと言っていいからね。しゅうやから始まって。しゅうやさん、いきましょう。潰します。しゅうや、今のウェイト。ウェイト。あ、よいしょー。はいはいはい。ちょっと俺がお題悪かったのかな。旬にこびるのやめるから。めっちゃ。はい、行きます。はい、どうですか。お、水木氏。行きますよ。はい、行こう。はい。やっぱ映りいいの。知るほど楽しい。出ました。やっちまったな。出ました。気持ちいいな。いいお題やったね。飛びないよ俺は。いや、もう次のお題行こう。次のお題。じゃあ次は飛びよ。じゃあ行くよ。はい、じゃあ行きますか。あじゃあ次いきます。はい、おーから始まる女の子の家にあるもの。おから始まる。うん、多分これあるんちゃうかっていうのも多分あるんじゃないかな。おーから始まる、これ結構ボケやすいし真剣にもいけるし。おから見とってもう綺麗に綺麗に。まあまあ、あ、じゃあみんな回答 OK。 はい、最後この答え出す前にさっき CM 行くわ。行っちゃいますか。はい、じゃあ答えは CM 後で。ベタなやつです。楽しみな、楽しみ。
こそ僕のシンデレラ。さあ皆さん、かけましたか？はい。もう一番回答多いのは、お金とお酒はすごい多いから、それだけは避けてくださいね。織物シート、カオルさん。織物シートって言ってるのよ。完全にあるやろ、それは。みんなじゃあ、いきますか、カオルくんから。はい。女の子のうちにやって嬉しいもの、はい、今から始まるもの。はい。何でしょうか？俺。いや、俺変やろ、お前。なんかユースケさんに助けられたから家帰るよ。じゃあ前行きますか。ちょその結構冒険するんですけど、はいはい、お父さんが今日うちに来るから帰ってっていう言い訳。どういうことだ。違う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 危ないな。ちょっとほんま行きますよ。じゃあ4行こう。真面目なやつ行きます。はい、真面目なやつ行こう。これなかったら女の子っていうか、うん、そもそも、はいはい、何の話やってるんですけど、女の子に絶対ある、はい、こうおっぱいは絶対あるでしょ。いやいやそれはある。まあまあ、まあ、ますから字がちょっとおかしいですけど、つけ目話言ったらちょっとカップ数まで書いてほしい。カップ数C で平均ね。平均なるほどね。ちょうどいい。はいはいはい、D に近いし、ね、D に近いし。さあ次誰いきますか。書けましたか。あ、じゃあ C がいきますか。おー、はい、積極的。じゃあ、O からね、始まる、はい、女の子のジャンルも、オーバーリアクションの犬。会いたい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 。オーバーリアクションの犬。いや、今日キレキレさんですよ。いや、すごいな、オーバーリアクションの犬。はい、行きましょう。はい、あ、じゃあ行きますか。じゃあ、はい、レオ。はい、何ですか。行きます。はい、大人のおもちゃ。いいなぁ。誰が出すと思ったけど。いやいや、あるでしょ、これは。それ多分、それが多分正解やな。だって大人とおもちゃで2個終わるもんね。大人でもおもちゃでもいいよ。全然なかったら引くわ。引く引いたから。はい、はい、はい、出た代表。はい、グループナンバーワン。ね、やっぱり、はい、女の子は料理が得意ということで、はい、お酢はあるんじゃん。めっちゃ料理うまい。こいつ多分料理うまい。料理うまい。こいつ多分お酢はすごい。あれ、ね、コメント鋭いのがオリシャン。あ、いやだからそれ迷いましたよね。飛ぼうじゃないですか。レオンも言ったらね。とりあえずオリシャンで泣いた女の子、お前ら入れすぎや。これいいですか。はい、行こう。はい、行こう。まあ先に誰かも言ったけど、ちょっと俺腹黒いんで、しゃ。オリシャンのアキビ出ましたー。うまい。出ましたー。うまい。出ましたー。まんまやろ。エロクオリティ。やらしいな。負けたわ。やらしいなー。まあ、あるんかな。持って帰る子少ないけどね。まあまあ、うん、まあまあね。今すごいいい回答多いね。うまかった。どうしよう。なんか水口のがいいですかね。てか、ユースケさん司会うまいっすね。いや、うまいっすね。ユースケにもやっぱ書いてもらわないと。うまい。ユースケにもね、書いてもらわないと。まあ、その考えてる間にね。じゃあ、佐野考えてる間俺行くよ。はい、よろしい。なんかちょっと、この流れでいくとちょっと可愛いかな、これ。王から始まる女の子の家にあるもの。気になるな。おまじないの本。かわいい。なにこれ。いやー、なんだこれ。置いてねえんだよ。あれ置いてねえ。意外とねえんだよ。マジかよ。コメントで怖いって来てますよ。え、そうだって。もう怖いってどういうこと。低い担当殺すやつやん。呪いって。さあ、開けますか。あ、スケさん来ました。そろそろユースケができてきたかな。スケさん。来ました。それでは、そんなユースケの回答、お願いします。はい。俺との思い出。おお。いや、いいねー。え、なんだ。でも、カオルの時、だいぶ突っ込んでたけど、同じような感じ。間違いない。しかも、さっきからスケさん結構狙ってきてるんですよ。おい。いや、こういうルールね。お酒ちょうだい。お酒ちょうだい。おい、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 何やねん、それ。最後絶
気づいてると思うけど今日の MC ゆうすけやから。じゃあ MC 次の、いやドキドキするわ。じゃあちょっと趣旨変わるんですけどいいですか。趣旨変わる、はい、お願いします。早い、これ毎回鳴らすんですか。いや毎回や。これはなかったね。このまま気まずいよ。でね、はい、次ですね。ふうで始まる大人としてやってはいけない。いやそれ、そんなもう1個しかないでしょ。全員そうでしょ。もうこれ以外書いたやつ全員バカですよ。ふうで始まる大人としてやってはいけないこと、まあこれ簡単じゃないですか。僕はもうすぐ浮かびました、ね、僕も1個しかないですね。不倫は絶対ないと思う。書いちゃった。はい、なんで言った。コメントで不倫ってきて、眉を書き直して。いやこれでも絶対俺が書いたのはこれ間違いなく大人としてはやっていけない、あもう自信ありますか。あもうじゃあ水木くんがいきますか。もう今回出だしで僕いきます。はい、はい、じゃあすごいね、官房さん自信満々から、はい、だってもう大人としてこれやったらマジでダメです。はい、お願いしま す。大人としてこれは絶対やっちゃいけません。いきますよ。不意打ち、やばいやばいやばい。それはもう絶対やっちゃダメ。犯罪、うん、犯罪。まあそう似たような感じですよね。僕もあじゃあ今いきますか。僕はちょっと袋閉じを開けると悩んだんですけど。それめっちゃ重い。それめっちゃ重い。それでいいじゃん。はい、行こう。それより悪いのはもう、はい、ふかしですよね。何言ってんだお前。嘘つきってこと。嘘つきっていうか、あ、まあ、M1 で言ったら決勝のネタを前半に持ってきて。全力。はい、やり直して。はい、はい、はい。はい、出していきますか。ね、はい、まあ、若い子もおるから、はい、分からへんけど、はい、30を迎えた俺としては、これがちょっとね、あ、2日連続オール。あーリアルリアルリアルやな。確かに今としてね。なるほど、いいんじゃないですか。今答え外れてないですよ、前の振り以外は。俺もう浮かばないっす。あ、ないっすか。じゃあ、はい、あどんどん辛くなる。お客さんが一番今リンクしてるからね、答えが。これ5秒以内で前振りいいですか。はい、あの3日前にこうゆうすけさんに教えてもらったばっかなんですけど、やめとけやめとけ。フランフランでの衝動大人がおい。俺がソファー家具がやめとけ。俺がソファー家具がやめとけ。俺赤いソファー家具がやめとけ。フランフラン好きだ。ダメだそれは。やめなさい。ついつい買っちゃう。じゃあシュガーいきますか。出た。はい、じゃあいきますか。シュガーの答え、これじゃあ大人としてのマナーですよ。はい、そうです、そうです。お前得意やからな。はい、フケを飛ばさない。やば。あと絵面白い。さっきからシュールやねんな。じゃあ、これもあげますか。いっちゃいますか。僕もあげますか。じゃあちょっとだけじゃあ繋いでもらっていいですか、誰か。はい、じゃあ行きましょう。シュンさんやりましたっけ、うん、これやったから。じゃあ次、マイク、マイクかな。俺、リンフーで書きました。あー、リンフーね。リンフー以外。あれ、レオン来た。それ以外のやつで。レオンまだ、それ以外。レオンまだ、レオンまだ。レオン行こうよ、じゃあレオン行きますか。レオン行こう。行け。お前、それ大丈夫か。はい、じゃあレオン大丈夫。放送事故かも。お願いします。いいですか。それ、やべえぞ。時間帯も時間帯なんで不干渉です。じゃあ、おー、やばい。よっしゃ、怒られちゃうよ。こいつ殺したいってやつ。俺は殺したいから。感じが違うかもしれない。え、なんてこったよ。症状の方から。あげました。おー、ゆうすけ。あ、いいよ、ベル鳴らす準備しとけ。いきますか。おー、鳴らす準備。こういうとずるいんだよな。冬で大人のあかん行為ね。おー、はい、冬月グループ以外に行かない。よっ、かっこいい。なんでこれ上手いんだ。考えてきてんだ。あ、まだだ、これ笑いすぎた。俺やな。もうユースケさんに振るのやめましょう。いいですか。もうあと、なんとあと5分で終わる。やばいやばい。でもね、最後1問いきますよ。最後1問いきましょう。最後いきますよ。ですね、あーから始まる女の子が好きな食べ物。あー、もう完璧や。もう最後告知の時間も取りたいので、もう挙手制ですぐ上げてもらったらいいですからね。完璧完璧、はい、完璧。これだけはもうすぐ言えるわ。はい、なんならこれしか言え。はい、いきますか。逆にこれ以外ないでしょっていう。あーから始まるね、はい、女の子が好きなもの、はい、それで締めたいんじゃないですか。どうしましょう。できました。はい、よっしゃ。はい、行こう。もう逆にこれ以外ないでしょっていう、これあれば何でも OK っていうぐらいの。は味の素ですよね。あー、これあればどんな味も美味しくなる。あれ、女の子が好きなもの。そうそう。はいはい、はい、行こう。てか俺が好きなものやねんけども、うん、あずちー。あー、ざけ
けど美味しい。確かに美味しい。だけどこの人東京じゃない人ごめん、わからんと思うけど。めちゃくちゃ美味しい。すぐ安土何それ。蕎麦屋さん、蕎麦屋さん、蕎麦屋です。いつものって言いますもんね。いつもの、安土って言ったらいつものって言ったの。いつもので通りますからね。来ましたか。はい、じゃあ水木行きましょうか。行きます。はい、水木行きましょう。だいたいお酒飲む女の子はこれ好き。何アヒージョ。なんかおしゃれやん。おしゃれ。安土って書いて恥ずかしい。急にイタリアンでまた。あれおしゃれ。蕎麦からも。レオンも可愛いの言ってますよ。はい、ですか。はい、いやみんなガンガンあるやん。まあ、ちょっとぶっ込みすぎなんですけど、はい、お前最初さっきからそうだから大丈夫です。安心。イメージが。はい、お願いします。あの振り付けもね。あったかいスープ。可愛い。可愛いな。おいずるいな。もっと冷めてる。ちょっと冷めてたけどね。完全冷めてる。あ、じゃあ、はい、いきますか。今、回答5、合格ゼロですからね、今。ちょ、待て。はい。アイスなしで。はい、アイスなしで。あなたのことが好きだから。アイスなしでよ。うるせえな。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。続いてカオルいきますか。あ、いやいやいや、全然振られると思った。野手は、野手はね、今一番いい子だし、後にしたい。俺は週で後にしたい。あー、なるほど。カオル欲しいな。ちょっと待って、あから始まるのが好きですね。うん、いけ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 。あ、じゃあパスしていいですか。じゃあ、じゃあ落ちということで。パスってある。考えじゃあ、修也君いいですか。はい。じゃあ、修也君やったれ。うまいねんな、さっきから。修也、お願いします。はい、行きます。オーバーリアクションが何。入り口の男。はい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 、もう終わりです。はい、もう終わりです。ですね、1分前なので、ちょっと最後、告知だけいきますか。はい。近い3月10日、あ、水木、イベントあるで。わー、3月10日に僕、あの昇格祭やるんで、はい、暇な人も忙しい人も必ず来てください。よろしくお願いします。さっきちょっと言いづらいだろ、始めちゃんも。からのね、3月27日入店祭やるんで、はい、初回来るのは今のうちですよ。いしょ、煽る気満々やろ。よいしょ。じゃあ週から何かありますか。ね、はい、まあちょっと最後に、来週のニコ生の告知なんですが、はい、レボグループで新店出店だったり拡大移転とかだったりのメンバーで、新しい告知やっていくんで、はい、来週も見てください。そして、はい、その中に、はい、ネゾンも含まれてます。おお、意外。でかい店に拡大移転するんで、これからみんなよろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hey yo everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night Tube。 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。